半島暴走半島暴走半島は、関東地方の南東に突出する半島、千葉県の大部分を占め、半島名は、両政国の安望国、カズサ国と下宇佐国に由来する。古代から中世までは、現在の利根川流域に、カトリ海と呼ばれた内海があり、四方を海や大河に囲まれ島に近い状態であった。クリップ、走半島の周辺地形九九は、 房総半島東部に位置し、飯岡漁港を有する。外房は外海に面しており、海岸線は変化を極める。黒潮が当たることから温暖で、植生も豊か。漁業が盛んで多くの漁港を有する。内房は埋め立て地を中心に都市化、工業化が急速に進行している。そのため、商工工業校が多い。日本列島の中央部。 本州が東北から西南に海なりに曲がるところに大きな半島がある。これが房総半島であり、その全域が千葉県にあたる。古代から中世には霞ヶ浦、北浦、陰馬沼、手賀沼などの古床を中心に、カトリ海と呼ばれた一続きの入り海が存在し、北西の東京湾が現在より内陸に入り込んでおり、赤堀川、逆さ川が開作される。 微光地で本州に繋がってはいたが、四方を海や河川のような水域に囲まれた島のような環境にあった。近世の初め、江戸幕府によって行われた、利根川島線事業によって、河川の堆積機能が大きくなったこともあり、徐々に埋め立てられて陸化が進んだのである。最東端は、利根川川口近くの犬坊崎で、北海道の宗やみ 九州の佐田岬からともに約1 1 0 0トルの遠距離にあり、日本列島の中心にあたる。最南端は野島崎である。元禄地震で付近が隆起し、それまで島であった野島が陸続きとなり野島崎となった野島崎東大からさらに南の岩礁が最南端である。地形的には南から北へ3段階に低くなり、低山性の丘陵、第一。 平野部に区分される。南部から中部にかけては、標高300メートル前後の暴走丘陵などからなる、丘陵地、大地であり、平野部は、利根川の中世平野、九十九里平野、東京湾岸の三角州、平野などである。南部の海岸には、海岸段丘、海食崖が発達し、出入りに飛んだ、海岸線が多く、太平洋岸の台東岬から、 東京湾岸の富津岬に至る約1 9 0キロメートルの海岸地帯及び暴走丘陵の山岳群は1958年南房総国定公園に指定された南端部では無双地帯があり柿栽培が盛んである房総丘陵以北は首都圏の一部に属しその中に点在する近郊農業地域は九十九里平野にまで及んでいる東京湾岸には 京洋工業地帯の造成が進み、住宅や工場の進出が著しく、急速に都市化、工業化が進行している。千葉県域は房総半島であり、その自然条件や景観が特徴となっている。北部には下宇佐大地が広がり、半島の東側は九十九里浜が続き、海岸平野が連なっている。 南部の暴走丘陵は成長三景の三例によって、か佐丘陵と暗房丘陵に分けられる。九十九里の浜平屋である九十九里平屋は、北東から約六十キロメートルに及んでいる。長子市方面の屏部ヶ浦や、半島南部の須崎から野島崎などを経て、台東岬に至る外房の海岸、また、富津市港川河口から大房岬に至る内房の海岸は、 砂浜のみならず、岩礁や海食崖などが形成され美しい景観を呈している。他方、富津岬から北の東京湾北東部の海岸は、1940年から始まった埋め立てによる人工海岸が続き、京洋工業地帯を成している。このように、房総半島東部と中部以南は、豊かな自然が残り、観光地にもなっている。一方で、 東京特部から都市部が連続している北西部に対して経済、人口格差が開いているという南北問題も指摘されている。黒潮は房総半島の沖合で東に流れを変え北東からの親潮と潮目を作っている。内陸部は関東平野中央部の内陸性気候を呈するが全体としては黒潮の影響で温暖な海洋性気候を示している。 南端部では無双地帯があり、降水量の多さも含めて、南部の海洋性気候は、内陸部とは、明らかな違いがある。房総半島は一般に、温暖な気候のところとして知られる。高い山地はないが、海岸の気候、岬の気候、貸しの気候など様々な気候が見られるところでもある。年間気温16度以上で、冬でも、滅多に雪が降らない温暖な地域である。 房総半島南部の立山市、勝浦市では、真夏日日数も少ない避暑地でもある。そのため夏は、避暑地に、冬には、悲寒地として、多くの観光客が訪れる。交通網が発達しており、房総半島北部では、東京特部とを結ぶ、総武本線や成田線あるいは、京成電鉄の各線など、多数の鉄道、路線バスが運行されている。 南部の主要交通はバスとなっており、地域内の路線バスのほか、東京湾、アクアラインや立山自動車道を経由して、東京都心と房総半島南部の各地を結ぶ高速バスが運行されており重要な交通機関になっている。以下は観光地である房総半島南部へ向かう公共交通機関を中心に、鉄道は JR 東日本、蘇我駅以南、高速、 有料道路は、ネクスコ東日本、千葉東ジャンクション以南を列挙する。ありがとうございます。